はいどうも、お疲れ様です。12月6日、朝6時14分の相場解説になります。まずはね、ちょっとだけ時間を巻き戻して、12月6日、同じ日の4時半を見ていこうかと思います。4時間を見ているとね、ちょっと失速感が1時間軸に見られます。これが短期的に見ると、ものすごくね、あのー、勘違いになっちゃいますんで、そのことからお話しますね。この失速感ってのは何で見れるかっていうと、この辺の,あの陽線は大きいでしょ。勢いもあるでしょ。でもだんだん陽線が短くなるじゃないですか。 これが失速感っていう風に見れるんですよ。で、これはあながち間違いではないんですよ。じゃあちょっと15分足を見ていきましょうか。同じ時間の15分足ですけども、失速感は確かに出てるんですよ。ズバーンとこう突き抜けた時に大きな陽線が出ていましたけども、だんだん陽線が短くなってくるのと同時に、陰線の出る頻度が大きくなってくるんですよね。だから失速感っていうのはあるんですよ。これを短期的に見るとそうなんですよ。確かに。でも、こっからね、えっ、ー、と、現在、6時15分の デイリーを見ていくとさっきの失速感と裏腹に大きな1本の要線にまとめられてるんですよそれまですごい勢いで下に行ったものがこの1本で打ち消されるように上の方に向かっているところを見るとこれ失速感どころか上昇に転じるそんなね予兆すら感じさせるわけですよね下ひげを出してそして大きく上に突き上げる要線これを相場の転換と見ずしてなんとするってことなんですよ まあ相場の転換のサインはあのテンプレートみたいなのが何種類かありますけども今回はこれ包み足で終わりそうですからね包み足ってことはそっちの方向に伸びるってことですよじゃあそれをさらにう裏付けるものとして4時間見ていきますけども4時間どうでしょうかどうでしょうか赤3杯赤4杯出てるでしょしかもさっきのとは違ってこれどっちかっていうと伸びていってるじゃないですか陽線がねほらこっちの方が大きいでしょこっちよりもっていうことは全然見方が変わってくるよねっていう話なんですよ で、この黄色で作ったのが、転換の底辺だとしたら、こうずーっとこっから落ちていって、落ちていって、落ちていったものが、こっからね、短期的にかもしれないけども、上に上がってくることを、この4時間から感じさせるんですよ。じゃあ、さらに1時間見ていきますよ。判断が全く変わりますからね。その上で1時間見ていくと、失速感はあったけども、いや、でも逆にこれ、3平、4平じゃねえのっていうふうにも見えるわけですよ。しかも、ここで底を打ったところからね、もう、どんどん、 安値を切り上げてきてるところを見ると、これもう上昇に転じてんじゃねえのっていう風に見るのが、まあ、あのー、よく見える方の目ですよね。そう考えていくと、一時期はこのレンジオプションとかその下に行ったことが懐かしいでしょ。でも今度はね。ここの水準にピタッと合わせてきてるわけなんですよ。ここが。で、今度はあのー、ここの水準に行くかどうかって話になってきますよね。ここ ということなんで、今日はね、こうしてみると、いや、上昇続くでしょうっていうのがテクニカル的な見方で正しい判断です。ね、これでね、あの、下落に向かうって、今のこの瞬間の形で見て判断できませんよ、これ。これは上昇して、結果上昇しなかったかもしれないけども、上昇で見ていった方がいいと思いますし、え、とりあえずね、136円78なんでしょ ?138 円までを見ると、これ待ちすぎです。うですけどもね、137円。 137円をマークする直前136円の80とかね90あたりで倍の決断してもよろしいかと思いますんで私はそのように判断してここからエントリーを仕込んでいきますだから早ければ12時間以内にエントリーすると思いますよ、うん、今はすぐエントリーはしないですけどねもう一足確認してからになると思いますえー、オリガルヒの皆様は昨晩の3時ぐらいの動画とかも覚えてらっしゃると思いますけどもやっぱり朝6時まで待つと判断変わってくるでしょ で、判断が変わった上で同じ決断することもありますけれども、さあ、じゃあ、1、2時間後の私の判断はどうなるでしょうか。じゃあ、またね、えっ、ー、と、今日は、そうですね、うんまあ、午前中はね、多分、放送しないと思いますけども、また午後の放送でお会いしましょう。よろしくお願いします。